子供の頃あるある、ムーンプリズムパーメイクアップ、セクシーだな。セーラームーンが変身するシーンで内心興奮していた男子。お前もしかしてセーラームーン見てないよな。ええ、見るわけないじゃん。セーラームーンとかお邪魔女ドレミとか普通に見てたけど、友達には見てないと嘘をつく男子。チー入ってないか。自販機に釣り銭が残っていないかさりげなくチェック。逃げてく。なんで影って踏めないんだろう。自分の影を踏もうと必死になる。ねえ、なんか臭くない？確かに。ん？なんだこれ。遊んでいた砂場で犬猫の糞を発見して萎える。ねえねえママ、この子飼っていい？連れてきたの？ダメでしょ？誰が面倒見るの？私が絶対お世話するからお願い。野良猫や野良犬を拾ってきて親から怒られる。はいどうぞ。ほんと可愛いな。そして最終的には親が面倒を見ることになりがち。